なければいけない。そうですね、はい、東京、まあ、首都圏で大きないわゆる直接被害が出ているのは長周期地震動に関連して超高層ビルをはじめとする高層ビルのエレベーターが全部止まってしまった、はい、それからあのコンビナート等で被害が出ている、あと液状化ですね、はい、まあこういった津波の恐ろしさ、今語っていただきましたけれども、これまでの被害状況を一旦ここでまとめます、はい、これまでに FNN でまとめた地震による死傷者数です。地震による死者、これまでに全国で102人、行方不明者は少なくとも117人に上っています。またこれとは別に宮城県警によりますと、太平洋に面した仙台市若林区荒浜で200人から300人に上る遺体が発見されたということです。 FNN のまとめによりますと、宮城県では仙台市や気仙沼市などで合わせて16人が死亡しました。岩手県では久慈市侍浜町の漁港で男性が死亡したほか、大船渡市や陸前高田市などで合わせて57人が死亡しました。このほか宮古市内で数体の遺体を確認しています。また行方不明者は50人に上っています。秋田県では1人が死亡、福島県では南相馬市で5人、須賀川市で1人など合わせて13人の死亡が確認されています。また59人が行方不明となっています。群馬県では館林市で1人が死亡、茨城県では高萩市で接骨院の玄関先にあるコンクリート製の屋根が崩れ下敷きになった86歳の女性が死亡したほか、常陸太田市、稲敷市、常総市などで合わせて4人が死亡しました。また栃木県真岡市では本田技研の加賀工場で男性1人の死亡が確認されました。このほか国分寺町の国分寺中学校で体育館の天井が崩れ26人が生き埋めになり全員救助されましたが1人が重体、1人が重傷です。また那須烏山市で土砂が崩れ2人が行方不明になっているということです。千葉県では野田市の67歳の男性が倒れた石塀で1人が死亡したほか、合わせて4人が死亡しています。神奈川県では藤沢市で53歳の男性が避難途中に突然倒れ死亡したということです。東京都内では4人が死亡しました。それでは次に福島から最新情報を中継で入れてもらいます。お願いします。それでは地震の最新情報を福島テレビのスタジオから再びお伝えしていきます。時間の経過とともに被害が拡大しています。まずは最新の福島県内の被害状況からお伝えしていきます。福島県のまとめによりますと、地震の死者数は南相馬市で24人、いわき市で5人、須賀川市で1人、富岡町で2人の合わせて32人に上っています。地震の死亡者は南相馬市で24人、いわき市で5人、須賀川市で1人、富岡町で2人の合わせて32人に上っています。また行方不明者は合わせて72人に上っています。警察や消防によりますと、このうち白川市では土砂崩れによって14人が生き埋めになっているということです。行方不明者72人のうち白川市では土砂崩れによって14人が生き埋めになっているということです。また須賀川市長沼地区ではため池が決壊して住宅を押し流し、住民8人が行方が分からなくなっているということです。須賀川市長沼地区ではため池が決壊して住宅を押し流し、住民8人看板が大きく揺れています。長い揺れを感じています。
こちら壁に大きくひびが入っているのが分かります。壁が剥がれかけているようです。やばいやばい。今ゆりかもめがものすごい揺れてます。ものすごい揺れてます。先ほど強い地震が発生しました。ただいま2人が向かっておりますので、絶対に災害には出ないようにしてください。作業員の方ですかね、今線路上走ってこちらの電車に今向かってきてます。すみません、大変長らくお待たせしました。これより汐留駅まで歩いて避難しますので。どちらから来られたんですか？福岡から来たんですけど。あ、余震来てます。ここは捕まってください。あ、また余震が起きてます。捕まってください。うわ、すごい。うわうわうわ、みんな線路上に捕まってますね。うわ、かなり揺れてますね。炎が見えます、消火活動が入って10分を経過してますが、まだ炎が見えます、危ない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 、やばいやばい、また強い揺れを感じました。ドアが大きく揺れています。やばいです。地面が大きく揺れています。大きく揺れています。おじくん。おじくん。やばい、大変。